ルフヌ島の一ルフヌ島はエストニアの島。リガ湾に浮かぶ小島で行政上はサーレ県に属する。島の人口は100人足らずでエストニア人が占めている。1944年以前は数世紀にわたって島の住民は民族的スウェーデン人が占め、伝統的にスウェーデンの法律が適用されていた。ルフヌにおける最古の人間の活動を物語る。 考古学的人工物は、紀元前5000年前に遡るアザラ資料に関係したものである。ルフヌゲノコスカンディナビア人の最初の到来、及びスウェーデンゴア社の歯に永久的な定住地の始まりが、いつか知られていない。リガ湾を囲む土地で暮らしていたすべての民族が、キリスト教に改修し、ドイツ騎士団に従属したとき、13世紀初頭の北方十字軍により、 前の出来事ではないだろう。ルフヌ島及び、そこで暮らす、スウェーデン人について、初めて書き記されたのは、1341年に書かれた、クールラント司教による書簡においてである。そこでは、スウェーデンの法律に従って、自らの資産を管理し、生活する島民の権利を確認している。18世紀初頭までルフヌは、スウェーデン王国領であり、その後第一次世界大戦まで、 ロシア帝国領となった。1915年から1918年までドイツ帝国に占領された。戦後、一部の地元民がスウェーデンとの統合を求めたり、ラトビアがルフの併合を求めたにもかかわらず、島民は1919 19年に誕生したエストニア共和国領になることを望んだ。 1934年の国勢調査によると、ルフヌの人口は282人で、277人が民族的スウェーデン人、わずか5人がエストニア人であった。第二次世界大戦中のルフヌは、エストニア本土と同様に、1940年から1941年までソビエト連邦に占領され、1944年までナチスドイツ支配下にあった。 1943年11月、約75人の島民からなる集団が初めてスウェーデンへ移住した。二度目のソビエトによる占領が始まる直前の1944年8月、島に残っていた住民がスウェーデンへ亡命した。島に残ったスウェーデン人はわずか2世帯だった。1944年以後のソビエト再占領時代に本土からエストニア人が移住した。 また、ルフヌは小さなソビエト軍守備隊基地にもなった。住民の人数が400人を超えたことはなかった。1970年代に嵐が島を襲うと多くの人々が島を出ていった。1991年にエストニアが再独立を果たした後、ルフヌ島にある建物、土地及び所有権が認められる財産はソビエト占領以前、ルフヌ島の場合、 これらの元島民は、ほとんどが、スウェーデン在住であった。彼らの多くがルフヌ島へ戻らなかった一方で、彼らは時々祖先の土地を訪問している。ルフヌ島へ渡るのに、フェリー同様毎週パルヌから、航空便があり、陶器にはクレサーレからある。島には、灯台が設置されており、一つは、島の最高地点、ハウブジェレ丘の上にある。この灯台は、 フランスの部品で組み立てられ、1877年にルフヌへ1便で送られた。構造はギュスターブ・エッフェルの設計である。1644年に建てられたルフヌの木造教会はエストニア最古の木造教会の一つである。教会のバロック様式の塔は1755年に完成した。木造教会の隣に立つ石像のルーテル教。 会派協会は1912年に建てられ、現在政務が行われている。ルフヌ島では、ルフヌ種と呼ばれる原産の羊が飼育されており、主に羊毛用である。ありがとうございます。